さあ今日はね、この野鳥セットですね。私が最近使ってます OM1 と100-400っていうね、まあ換算でいう200-800っていう、ね、かなりこう焦点距離が伸びる、こういうセットを使って今ね、野鳥写真撮ってるんですけど、ちょっと足の中でね、こう致命的やなっていう問題点がね、二つこう上がってきましたので、この辺りの話を今日はしてみようかなと思うんですけど、まあ使い勝手によれば、あの人によっては全然問題ないと思うんですけど、私が今まで使っていたカメラと比べて使いにくいなと思った点ですね。 で、そのひ、まず一つ目なんですけど、手ブレ補正ですね。で、まあ、パッとこの OM1 を受けて手ブレ補正っていうのはめっちゃ効くっていう多分みんなイメージだと思うんですよね。で、もちろんめちゃくちゃ効くんやけど、その効き始めっていうのはね、タイムラグが実はあるんですよ。<laughs> これがね、これ私の中では致命的で、えっ、ー、と、私の写真の撮り方っていうのはね、小鳥を、小鳥を撮ってるんですけど、こう持ち歩いててパッて構えて撮る。で、持ち歩いててパッと構えて撮るっていうのをずっとこうやってるんですよね。 で、このカメラで、このセットの話ですね。100、400と OM1 のセットの話なんですけど、この、下に構えてる状態、下に持ってる状態からパッと構えてで、さあって鳥を狙ってるにもかかわらず、この時点でね、2秒ぐらい、2、3秒かな ?3 秒ぐらい多分あると思うんですけど、3秒ぐらいね、手ぶれ補正が効かないタイミングなんですよね。で、全く効いてないんじゃなくて、ちょっとなんかボディが効いてるっぽくて、で、それがね、それから半押しもしなくて、でも離してる状態でも、 2,3秒後ぐらいにフッって急に入るんですよ。ボディ、ボディか、あれはレンズなんかな。で、両方効いてるのか分かりませんけど、急にガチッと効くタイミングがあって、でそっからはめっちゃ効くんやけど、そのね、2秒、3秒っていうのが、私の写真の撮り方はほんまに折ったーと思ってパッとして、1秒ぐらいでスパッと狙って、そーっと撮るっていう絵方してるから、その間2、3秒でもう鳥が逃げられちゃうことなんですよね。 で、それ以上にじっとしてる止まり物やったらそこからシャッタースピード落としたりして、より綺麗に撮ったりすることができるんやけど、まずは止まってくれんことにはどうしようもないんですよね。で、そのタイムラグがなんであるんかなっていろいろ調べたりコメントをいただいたりして分かったことなんですけど、どうやらこのプロレンズじゃない100-400を使うときは、それでもね、その Q&A ね、OMS のあの Q&A にもあったんやけど、スリープ状態とか電源を入れてから2、3秒かかりますっていうのはあったんですよ。でも私の 何回もさっきもやってみてね、映像も撮ったんやけど、やっぱりこの状態からこう構えたこの瞬間からね、やっぱり2、3秒分かるんですよ。で、このままじーっと持ってると、あのずっとこう、フォあのボディ、ボディなんか手ぶれ補正がめっちゃ効いてる状態でこうずーっとあるんやけど、ちょっとでもこうしてこう戻すと、またこうスイッチが外れるみたいな感じですね。まあ多分レンズ側は効いてなくて途中で効き始めるってそんな感じだと思うんですよね。そういうのがあるから、 だから完全になんかイメージ通り構えた瞬間からボディ、あの手ぶれ補正がめっちゃ効きたいっていう人はプロレンズを使わなあかんっていうことらしいんですよね。そこまで私プロレンズを使って検証してないですけどあの短いプロレンズあるんですけどあれだちょっと手ぶれ補正がわかりにくいのでそこまで試してないんですけどどうやらなんかコメントたくさんいただいてその Q&A を見るとプロレンズやったらしょっぱなから効くみたいなそういうイメージですね。そうやからこのセットで 使おうとしてる人がいたら、同じような現象になっていて、他にもね、書き込みとかもありますので、気になった人は一遍チェックしてもらって、じゃあそういう現象がね、起きますので、で待ってたら来るから、そこまでちょっとぐっとね、まあ、辛抱しながら今撮ってますね。3秒待て、3秒待てって言って、スッと聞き始めてからシャッターを押してる感じになりますので、まあなかなかそのあたりがね、使いづらいので、どうしたもんかなと思ってますね。まあ、だプロレンズを買うのか、 もうひたすら辛抱しまくるかって感じね。まあそのあたりちょっと悩ましいところですけど、まあ一つ目の問題点ですね。でねそれから二つ目の問題点、これもね、ちょっと映像撮ってみたんですけど、やっぱりね、オートフォーカスのコンティニアンスの使い方がね、まあ他の、私が今まで使っていた Z とか F とかのカメラと違って、ちょっとやっぱ違うんですよね。あの、そのライブでも言ったんですけど、私とイメージしているコンティニアンス AF っていうのは、こう、こう服の胸ぐらを掴んで、グッと掴んで、オラーって、 って言っっててて掴み続けてるっていうイメージなんですよでちょっと何かの表紙でフッと外れてもまたグッと掴んでウラーってやってる感じなんですね。それが CAF やと思ってるんやけどこのカメラの CAF はねあこのカメラのというかもともとこのカメラもそれでそういうあれなんやけどえっと鳥認識ねここはご問題ですよ鳥認識を入れてしまうとその掴もうとしてんのに鳥認識優先になってるからその認識 にをしているところにずっとフォーカスを持っていかれるんですよね。で、それがちゃんと認識取りをしているときとか、認識が大きいときは、うわーっとつかみに行くんやけど、ちょっと認識がその画面よりちっちゃいところに来るとちょっと外れたり入ったりしませんか。で、それで全部この気に持っていかれたりとかして、AF が暴れまくるんですよね。で、それがやっぱりね、現象としてある,あるから、その鈍感とか敏感とか音ごとフォーカスをしても、それはどうしてもやっぱりね、 暴れまくるみたいですねで。その映像も今ね、お見せしてますけど、いろんなところに、一応ね、ポイントとして、フォーカスポイントあれ真ん中にしてるんですよ。真ん中のちっちゃいやつにしてるにもかかわらず、周りをね、周りに浮気しまくるんですよ。ブワーって浮気しまくって、でそっちモテゴモテゴモテ、なんか見つけた見つけた見つけたってみんなでわーっ言うてるっていう感じなんですよね。すごい忙しい a F やから、だから、あの、木とか森とかの中で、そうと撮るときは、もう撮りにし、外した方がいいですね。 外した状態で、真ん中の四角とかのフォーカスポイントにして AFC にして、自分で取りに持っていく。で、そこでぐーっと効かすっていうのはできそうなんで、その時はちょっとね、こう、暴れて抜けたりとかしにくそうなんで、まあそういう入れ方をした方が止まり物、木の中の止まり物に関してはいいなっていう風に感じましたね。で、それでも大きく止まってる、大きく被写体として映ってる場合は、その認識入れてもいいやろうけど、 まあそういう時ってあんまりないですからね。まあの、小鳥狙う時ですから。その小鳥を狙う木の中で選ぶ時は、鳥を選ぶ時は、もう完全に鳥にしか外してしまって、えっ、ー、と、CAF でもこう真ん中のこうフォーカス、ちっちゃいフォーカスにしてガーッと合わしに行く。点で合わしに行くみたいなのがいい感じがしますね。まあそんなのに感じたので。だから CAF を完全にこう使いたい時は、もうほんまに飛び物とかですね。あの時の威力はすごい発揮できるので、 まあそういう使い方で CAF の取り認識を使うとして、まあ枝のね、せっかくだから枝のところもね、CAF で持ってきたい、あの取り認識出ればというのは気持ちいいんやけど、私が狙ってるので下手で結構ちっちゃいのでね、そういう時はやっぱり、まあ取り認識外した方がいいなってことは分かりましたので、まあそのあたりはちょっと情報共有としてね、お話ししましたので、まあその、だから問題点2点ですね、うん、その辺を、まあその使っていきながら、あれおかしいなって思っている人がいたらですね、多分私と同じような感じだと思うので、 カメラによってね、その使い方ってやっぱ違うし、その特性に合わせて自分の体を合わせていくっていうことは必要だと思うんですけど、でもそのね、オートフォーカスいみたいな話でね、あの解決できそうなんですけど、手ブレ補正に関してはね、やっぱり3、4かなあかんのか、1 5 4四百のあの、百五十四百そうだよね、3、1 5 4 0のあの高い連続かなあかんのか、そんなことになりそうですから、それはさすがにちょっと厳しいなと思いながらちょっと悩んでるところですよね。 でも構えた瞬間の3秒ってねもったい、もったいないし、そこがあってこそやからなぁと思うんやけど、まあ、せっかくで俺要請が強い大山やから、そこをなんとかね、この100、400でもパチッと初めから効くようにならんかなってね、ちょっと悩んでますね、その辺はね。まあ、同じようなちょっと気持ちでやってる人いたらですね、ちょっとコメントの方もいただきたいし、いや、実はね、こんな方法を使ったらちょっとね、使いやすくなりますよって、もしあればですね、また教えてほしいなと思います。 そんな感じで今日はね、この辺で終わりたいなと思いまーす。ありがとうございましたー。バイバイ。